川島動画チャンネル旬です。今日は仮面ライダーセイバートイザラス限定のデラックスキリンの恩返しワンダーライドブック。というわけで今年もねトイザラス限定の、仮面ライダーのね変身アイテムが出ました。去年はね仮面ライダー01のこちらスパーキングジラフプログライズキーが、トイザラス限定で発売になったんですけれども、はい、今回もね、キリンモチーフのアイテムとなっております。はい、はい、今日はこちら開けていきましょう。開けていきましょう。ガーシマスの試合ができたよ。僕たちは友達になろう。はい、パッケージこのような感じです。はい、はい、こんな感じ。キリンがいてプレゼントがありますね、はい、肩についてる感じですかね。肩のアーマーなんだろうね。はい、でこんな感じです絵柄ね。へ、面白い。うん、面白い。このネーミングがいいね。キリンの恩返し。うん、今年はね普通にお店行けば買えたんですけれども、はい、去年のねスパーキングジラフはベルトとか持ってないとダメなんだよね、うん、ベルトつけてこないとダメだったのそうだからねなかなか大人の人がね買いづらかったんですけれども今年はね誰でも買えるようになっております。はい、はい、後ろには遊び方書いてあります。はい、はい、いつも通りですね。それでは開封。うおすごいね。プチプチから取り出していきましょう。いきます。おお。どうすかどうすか。うん、キリンそうだね、キリンだね。キリン。さあ改めましてこちらがキリンの恩返しワンダーライドブックですね。はい、はい、こんな感じになっております。はい、はい、絵柄近くで見てみましょう。こんな感じ面白いね、うん、この絵柄ね。うん、誰か見てます後ろで。プレゼントだって思ってますね。そうだね。さあじゃあ絶縁シート抜いて音声の方も確認していきましょう。はい、絶縁シート抜く。はい、単体音声、うん、おお。キリン恩返し。はい、1ページ目こんな感じ。はい、音声。面白いね、うん、さあそれじゃあベルトとの連動もやっていきましょう。はい、3スロット目ですね。はい、でお願いします。はい、はい、バトゥいや、めっちゃ和な音楽だね。うん、はい、変身ページこんな感じ。もう腕に思いっきりキリンくっついちゃってますね。はい、でここにもいるほらはい、じゃあ必殺技いきましょう。はい、必殺ドカン、とある物語必殺撃ファイヤー。とある物語って言うと、とある物語、必殺ドカン、とある物語必殺にファイヤー。じゃあリードもやりましょう。はい、じゃあ次は2冊でやってみましょう。はい、いきます。バトル、バトル、必殺の本を重ねしの力が宿る。ドラゴンとある物語、2つの直線を備えし刃が研ぎ澄まされる。
暗黒圏暗闇にリードさせてみましょう。はい。邪悪昔話だって私も。はい、そんなわけで今日はこちらの仮面ライダーセイバートイザラス限定デラックスキリンの恩返しワンダーライドブックを紹介しました。はい、念のためね予約してたんですけれども、はい、今日お店行ったらね普通に売ってたので、うん、まだまだ、普通に買えると思います。皆さんも遊んでみてね。そんなわけで今日も最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメントもお願いします。おすすめの動画も見てね。そんなわけで今日はこの辺でバイバーイ。